モンハンシリーズには、ハンターのユーモアに満ち溢れたスラングが存在する。今回は誰もが聞いたことのある用語から、初耳スラングまでを紹介していくぜ。ねえマリサ、ドスケルビって何？ああ、キリンの愛称のことだぜ。ケルビとモーションが共通しているからだな。というか、どこでそんな言葉を覚えたんだよ。ネットで偶然見かけたのよ。モンハンのスラングって結構あるものなのね。モンハンの歴史も、もう17年だからな。今に至るまでに、いろいろな言葉が生まれてきたぜ。ちょっと興味があるわ。よし、じゃあ今回は歴代モンハン用語とスラングをいくつか紹介するぜ。最初に紹介するのは、悪魔アイルーだ。あんなに可愛いアイルーが悪魔なんて、ひどい言い草ね。いや、文字通りの悪魔だぜ。悪魔アイルーはチートによって強化された。音もアイルーだからな。初めて悪魔アイルーが降臨したのはセカンド G なんだが、悪魔アイルーはほとんどのモンスターを、一撃で葬り去るほど強力だったんだ。どんだけ強いのよ。悪魔アイルーの攻撃力と防御力は数十万だぜ。文字通り桁外れの強さね。だが、悪魔アイルーの本当の恐ろしさはそこじゃなかったんだ。え、まだ何かあるの？真の問題は音も配れることにあったんだ。悪魔アイルーのコピーを他の人に譲渡できたんだぜ。作った人がコピーを渡す。渡された人がさらに別の人に渡す。これが繰り返され、悪魔アイルーはネズミ残式に広まったんだ。まるでウイルスね。私も4で悪魔アイルーを見たことがある。シャガルマガラが一撃でやられていたぜ。割と最近まで存在していたのね。悪魔アイルーが根絶されたのはワールドからだぜ。ライズではお供の配布こそできないものの、ありえない量の素材を所持した改造データが販売されている。そういうデータを見かけても買っちゃダメだぞ。ダメ、絶対。次は有名なスラングである、物欲センサーだぜ。欲しい時に限って、その素材が出ない状態のことだぜ。激鱗や宝玉、天鱗などのレア素材周回で起こりがちな現象だな。ああ、嫌な記憶が。霊夢もこないだ物欲センサー発動してたよな。私が1個の激鱗を手に入れる間に、マリサは5個出したのよね。私の思考を認識するシステムが存在して、欲しい素材を出し渋ってるんじゃないかって思ったわ。念のため言っとくが、素材の出現率は確率だからな。陰謀を疑う気持ちはわかるが、物欲センサーはマーフィーの法則に過ぎないぜ。私は物欲センサーの存在を信じるわ。そうか。ちなみに物欲センサーという言葉の初出は、ファンタシースターオンラインだ。モンハン発祥じゃないの？次の用語はスキル依存症だぜ。スキル中毒とも言われるな。やばそうな言葉ね。便利すぎるスキルに疲れきっていた結果、そのスキルを外せなくなってしまった人のことだぜ。ミニ戦スキルにどっぷりな人がスキルを外した後、なかなか方向に対する立ち回りができなかったりな。私、キノコ大好きを外したらものすごく寂しくなったんだけど、これも依存症かしら。突っ込みたいところだが、あれ便利なんだよな。スキル依存症にならないためにも、いろんな装備で借りに行くことをおすすめするぜ。一つの装備だけで遊んでると、スキル依存症が起こりやすくなる。回避距離にどっぷり依存して地獄を見た私が言うんだ。間違いないぜ。説得力あるわ。次に紹介するのは、強い武器、弱い武器だ。何それ？モンハン関連の掲示板で使われるコスプレだぜ。武器種や武器の性能などでレス場が発生した時に貼られるんだ。喧嘩をなだめる言葉なのね。そうだぜ。ちなみに全文はこちらだ。強い武器、弱い武器、そんなの人の勝手。本当に強いハンターなら、自分の好きな武器で勝てるようになるべき。全部ひらがななのが、逆にパンチがあるわね。ナナテスカトリとロアルドロスのデフォルメ映画、一緒に貼られることもあるぜ。いい感じに毒気を抜かれる仕上がりね。次のスラングは、戦略的撤退だぜ。どういうこと？あくまで勝つために、一時的に撤退することだ。クエスト残り時間数分で回復もつき、モンスターも足を引きずっている。そんな時にキャンプまで撤退する行為なんかが該当する。初討伐のモンスターとの戦いでありがちだぜ。基本的にはダブルクロス以前の言葉だが、ワールドやライズでは、キャンプへアイテムを補給しに行く行為がそれに当たるだろうな。最終的に勝てばいいってことね。そうだ。シリーズによっては、エリアを出るとモンスターが休眠行動に入る仕様を逆手に取った戦略的撤退もあったな。寝ているところに、体験のため3当たる爆弾を当ててからエリア外に逃走して、モンスターが再び寝るのを待つんだ。さすがにそれは卑怯じゃない？新大陸の人たちも、使えるものは何でも使えって言ってたろ。仕様を逆手に取れって意味じゃないと思う。次のスラングは、何にでも〇〇だぜ。〇〇
〇〇の部分には任意の言葉が入る。何にでもめんつゆとか？それはお前の食生活だろ。冗談よ。だが意味合いとしては近いぜ。要はどんなクエストでも同じ装備で挑むハンターのことだ。語源となったのは何にでもダオラだな。オシャルダオラ武器の〇〇ダオラという名前から生まれたという説が有力だ。この言葉が生まれたフロンティアでは何見てんダオラなどの言葉遊びも流行していたそうだ。どんな装備が何にでも扱いされていたの？古い話だとフロンティアのゴゴモア装備だな。ゴゴモア装備は比較的簡単に作れる上に強かったから一時期はみんな担いでたぜ。あとはダブルクロスの何にでもカマキリだな。アトラルカ、通称カマキリの素材で作るネセと装備が強すぎてダブルクロスのオンラインはカマキリオンラインとまで言われていた。バランスって大事ね。何にでも〇〇はこの装備さえあればいいみたいな状況が発生していることを表す言葉でもある。ゲームとしてはこの言葉が発生しない方がバランスを保てているとも言えるだろうな。バロメーター的なスラングね。次に紹介するのはタンコークだ。これはトライから登場したお守りが関係しているぜ。当時お守りは採掘でしか手に入らず神お前を求めてひたすらつけるでカンカンするハンターが続出したんだ。しんどそう。しんどいぜ。マップの最短ルートをひたすら走り無心でピッケルを振るうんだ。主な採掘場は火山だったから現場監督や主任の妨害にも苦労したぜ。現場監督？主任？火山にいた大型モンスターだ。危なことるは現場監督、ウラガンキンが主任だぜ。採掘に励む炭鉱夫たちを妨害してくる厄介者だ。こいつらのせいで採掘の効率が下がる。そいつらを倒すのが必死のゲームでは？ワールド以降はお守りの入手方法が変わり炭鉱夫は金策として採掘をするハンターを呼ぶ言葉に変わったぜ。かつての炭鉱夫たちは錬金術師と呼ばれるようになった。呼び方がかっこよくなってもお守りに縛られることに変わりはないのね。次はオンラインに関する用語。フンター、ユータだぜ。あ、どうした？なんでもないわ、説明して。一言で言えば、地雷プレイヤーの別称だ。ゲームハードの変遷によって誕生した言葉なんだが、まあ一つずつ説明していくぜ。まずフンターだが、Wii で発売されたトライで生まれた言葉だぜ。トライだと、ハンターの初期名がハンターなんだ。名前を決めないで始めるとそのままになる。これをローマ字読みして、フンターと呼ぶようになった。なんで初期名が地雷なのよ。トライの発売ハードの Wii はオンライン接続が簡単で、低年齢のプレイヤーが増えたんだ。初期名のままのハンターは、特に低年齢率と地雷率が高かったそうだ。新規参入の低年齢プレイヤーと、旧来のプレイヤーがオンラインで、ごちゃ混ぜになったことで、いろいろあったんだろう。ああ、なんとなくわかったわ。さらに 3DS で発売された方では、フンターが大量発生したんだ。3DS 持ってる小中学生はたくさんいたものね。彼らはハンターネームを、自分の本名にすることが多かった。ユウキとかユウタとかな。それらを代表して、ユウタが新しい地雷ハンターの故障になったんだ。個人的にはユウタより、カイトの方が多かった印象だがな。蜂蜜ちょうだいとか言ってくるのよね？その言葉は公式もネタにしているな。代表的なのはそれだな。勝手にクエスト貼って、手伝って、とかも多かった。4ではやたらと総中コンで跳ね回って映ってたぜ。本人に悪意はないと思うが、旗から見れば規制行為や嵐なんだよな。マリサはユウタ嫌いだった？私は別に気にならなかったな。クエスト失敗が嫌だったら、ソロや仲間内で行けばいいし、人のクエスト手伝うのも嫌じゃないしな。何回か借りに行った後、明日運動会だから寝るね。って言ってきた時は、正直ほっこりしたぜ。年相応の可愛らしさもあったのね。個人的には言葉がカジュアルに使われすぎて、ユウタ認定のハードルが下がってることの方が気になるな。私はユウタよりギスギスオンラインの方が苦手なんだ。じゃあ、ユウタ呼ばわりされた私も、そこまで気にしなくていいのね。呼ばれてたのかよ。次のスラングは物欲センサーと並ぶ有名な俗説。シチポはセントが命だぜ。セントが命って何よ。食べるわけでもあるまいし。シチポを早めに剥ぎ取ると、レア素材が出やすいっていう声がちらほらとあったんだ。そうなの？根拠は全くないぜ。ちなみに、セントが命ってフレーズは、大塚門万氏のモンハン漫画の激凛日和が初出だと言われているな。スラングとして広まるってことは、同じことを持ってるハンターが結構いたってことよね。まあそうだが、大きなリスクを負ったからって、リターンまで大きくなるとは限らないんだぜ。私は尻尾のセント説を信じたいわ。信じるかどうかは任せるが、危険な行為だからおすすめはしないぜ。特に、オンラインでは禁止行為レベルだから気をつけろよ。戦闘中に尻尾剥ぎ取って送ったらさすがにね。
最後に紹介するのは、キメロ、炎のクリティカルだぜ。少年向けアニメみたいね。モンハンとの関連性が見えないんだけど、これはモガ村の看板娘の愛車が言うセリフだぜ。ハンターを送り出す時に、やたらとでかいフォントで色々言うんだが、その中でも炎のクリティカルが人気になったんだ。キメロ、炎のクリティカル、語感がいいわね。チャットで発言する人も結構いたな。最近の作品はオートチャットがある分、戦闘中にも組み込みやすい。このセリフは開発陣からも気に入られているみたいで、トライ G 以降の作品でもやたらと登場するようになったぜ。オンラインでこの言葉を見かけると、この人も好きなんだな、とほっこりする。私もオートチャットに設定しておこうかしら。気に入ったようで何よりだ。モンハン用語とスラングのまとめは以上だぜ。思っている以上に知らない言葉が多かったわ。人の集まるところには特有の文化が生まれるもんだ。モンハンも17年の時を経て、それだけの文化を内包したシリーズになったってことだ。用語やスラングだって、今回の動画じゃ紹介しきれないくらいたくさんあるんだぜ。興味が湧いたら、自分で経緯や由来を調べてみるといい。結構面白いぜ。そうね、ゲームに疲れたら調べてみるわ。じゃ、借りに行くか。待ってました。この動画が面白かったら高評価を。チャンネル登録もよろしくね。こんな用語もあったよねっていう思い出があったら、ぜひコメントに書いてくれよな。ご視聴、ありがとうございました。モンハンシリーズは絶えず進化を続けてきたが、猫たちの美味しいご飯も提供し続けていたんだぜ。今やモンハン飯は書籍が出版され、料理長アイルーはハリウッドデビューまで果たしている。みんなも振り返ってみないか？マイハウスで買い込み怯えていた。父のアイルーのシンデレラストーリーをな。次回、歴代モンハンの料理長と猫飯まとめ、ゆっくり見ていってね。